あう、お腹が空いたよ。苦しいよ。お父さん、遅いな。早く帰ってこないかな。ただいま。わあ、お帰りなさい。ねえねえ、私もうお腹ペコペコだよ。早くご飯にしようよ。リアちゃん、ごめん、食べ物はないんだ。うえ、なんで、どうして、配給があったんじゃないの。あったにはあったんだが、途中で知らない男に襲われて、奪われてしまったんだ。他の配給所も回ってみたんだが、どこももう、食料は残っていなかったよ。何やってんの、バカじゃないの。私、ここ数日ろくに食べてないんだよ。娘を飢えさせる父親って何、恥ずかしくないの。すまない、本当にすまない。ううお父さんも一緒に我慢するから。バカ野郎、お前が我慢したところで私のお腹は膨れないんだよ。うぬ、すまない、本当にすまない。もういいや、私泥棒してくる。なんだと。こんな世の中でもあるところにはあるんだからね。行ってくるよ。やめろ、絶対に許さないぞ。話してよ、お父さん。お前は自分のしようとしていることがどれだけ悪いことかわからないのか。どんなに貧しくてもひもじくても人の道を外れたことだけはしてはいけないんだ。なんでだよ。じゃあ私に飢え死にしろっていうのかよ。盗みを働くくらいなら飢え死にした方がいいんだ。意味がわからないよ。自分の命より大切なものなんてないじゃん。みんなそう思ってるよ。だから毎日どこかしらで強盗事件が起きてるんじゃん。お向かいの家だって盗賊に襲われて皆殺しにされちゃったじゃん。生きるために食べるためにみんな必死なんだよ。お父さんだって今日配給された食べ物を盗まれたんでしょ。取られた分を取り返すだけだよ。本当にそう思っているのか。生きるためだったら人を襲って物を盗んでもいいと思っているのか。そんなことをしてお母さんが喜ぶと思うか。お母さん。うぐぎゅうと、悲しい、悲しいよ。全部俺のせいだ。なんだよ、メソメソしやがって。大人のくせに。お父さんのせいじゃないよ。全部政治家が悪いんだよ。うぐうぐ。わかったよ、泥棒はしないよ。本当か。本当だよ。そこらあたりで食べられそうなカエルでもコオロギでも探してくるよ。よかったよかった、本当によかった。ふん、バカ正直なんだから。そんなんじゃ今の時代生きていけないよ。1時間後、私は原っぱで小動物を片っ端から捕まえてアパートに帰った。キモいけど、ま、とりあえず火を通せば食べられるくしょ。お父さんには生活力がないから私が頑張らないとね。ただいま。う、私を出迎えてくれたのは荒らされた室内と血まみれになったお父さんの死体だった。腹を空かせた盗賊どもが家に押し入り、お父さんを襲ったのだ。この街では珍しくもない。毎日どこかで当たり前に起きていることだ。